動画のご視聴ありがとうございます。旅すべき者男子バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。さて、現在地なんですけれども、鳥取県の倉吉駅前になります。僕にとってはホームタウンの駅に当たるわけなんですが、かなり前に改装工事がありまして、その関係で僕の子供の頃のイメージとは大幅に異なる外観になっています。それで今回はどんな旅をするのかということなんですけれども、僕の故郷を鳥取県のローカル線でちょっとした日帰り旅行をしたいなと思っています。1年前に YouTube で配信した旅行シリーズ、家族で鳥取旅行編では主に鳥取県の中部と西部を中心に旅をしました。なので今度は鳥取県の東部地域に焦点を当てて旅行をしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。前回の動画、米子のますみさんという正真正銘元祖牛骨ラーメンのお見せしたんですけども、鳥取県にはまだ牛骨ラーメン以外のソウルフードありますから、このオープニングの後すぐにそのソウルフード登場しますので、こちらも楽しみにしていてください。それでは今回の旅も始めていきたいと思います。ということで、すぐ近くに、倉吉駅横プラザさんというお土産屋さんがあったので、そこでローカルフードを買ってきました。まず一つ目が、豆腐ちくわ。豆腐で作ったちくわです。それから、これもね、子供の頃から馴染みのあるものなんですけど、またちくわなんですけども、あごちくわです。あごちくわのあごというのは、鳥取の方言で、飛び魚のことです。で、豆腐ちくわに関するうんちくを語らせていただきたいなと思うんですけれども、豆腐ちくわの成り立ちには、鳥取県の初代藩主、池田光仲公が深く関わってまして、江戸時代の始まりの頃、魚がとても貴重だったので、池田光仲公は領民に対して、魚に代わるものとして、豆腐を使ってちくわを作りなさいということで、誕生したのが豆腐ちくわなんだそうです。あと、補足情報なんですけども、倉吉駅前でお土産を買うのであれば、隣にある倉吉駅横プラザさんか、もう一つ、ここに画像を出していますけれども、倉吉駅の左手側に、長生堂さんというお土産屋さんもあります。個人的にその二つがおすすめですので、もし倉吉に遊びにいらっしゃる時に、お土産を買って帰られる場合には足を運んでみてはどうでしょうか。提案させていただきたいなと思います。じゃあ、あごちくわと豆腐ちくわは乗車後にいただきたいなと思います。はい、というわけで始まりました、今回の鳥取ローカル線の旅。まずは目の前のエレベーターに乗って上り線のホームに向かいたいと思います。改修工事が行われる前の倉吉駅は地上駅で、階段を上がればすぐにホームという地方でよく見かけるタイプの駅だったんですけれども、残念ながらその当時の写真を用意することはできなかったんですが、見ていただいてわかる通り小綺麗な駅構内になっているのはお分かりいただけるかと思います。ではもうそろそろ改札が見えてくる頃です。無事に改札も抜けまして、2番乗り場に向かってます。ただですね、都会と違いますから、次の電車が来るのが1時間後だそうです。まだ乗れるのかな。まだ乗れる、まだ乗れるんです。これ乗れそうですよ。乗りましょうか。乗りましょう。乗りましょうか。乗れました。そんなこんなでなんとか倉吉駅を出発しまして、まずは JR 山陰本線で東に向かいます。ちなみに参考までに補足説明するのですが、倉吉駅から鳥取駅までの片道の普通乗車賃は680円です。地方の鉄道の素晴らしいところ、この位置車内にトイレがついて、都心の電車にはこれないですから、次の駅待たなきゃいけない。まあ、電車間隔が短いっていうのもあるんですけどね、田舎に帰ってきたなって気がします。あっという間に松崎駅着きました。じゃあ今のうちにあごちくわ見ていきましょうか。もっと大きなものかなと思ったら意外とちっちゃいものだった。もう開けちゃいましたけど、あごちくわこんな感じになってます。こんな感じなんですよ。上から見るとこんな感じになってます。いただいちゃいましょうか。松崎駅出発です。ちょっとね、これ半分に割ってみましょう。半分に割るとこうなります。じゃあ、あごちくわ、いただきまーす。すごくね、魚の旨味が感じられる、やっぱり子供の頃から知っている味ですね。
流れるように遠くへ去っていく約1年半ぶりに目にしたふるさと鳥取の風景と、気軽に食べられる素朴な味わいのあごちくわの最高に相性のいい組み合わせに、心の底から幸せを感じていました。ですからご覧の通りのこの表情です。続きまして、こちらの豆腐ちくわ食べてみます。開けられるかな、ほらほら、美味しそうでしょ。豆腐ちくわの食べ方としては、このまま食べてもいいですし、軽く炙って食べても美味しいです。そこはお好みで大丈夫です。そんなこと言ってる間に、今度は泊駅に到着です。今泊駅に着きました。これもこのままパクッとじゃあいます。こんな感じなんですよ。本当に素朴な味、しつこさがありません。優しい味です。魚のすり身が苦手な人でこれだったら食べられるんじゃないですか、うん、あー美味しかった。というわけで、豆腐ちくわとあごちくわでした。なんかこの2つを食べると田舎に帰ってきたなっていう実感が湧いてきます。泊駅へ出発しました。青谷は飲酒和紙の生産地として有名なんですよ。鳥取駅まではだいたい1時間ぐらいかかります。車だと40分ぐらいで行けるんです。ここ側に自動車道があるんですけども、自動車専用道路ができてから、倉吉から鳥取までの所要時間がだいたい40分ぐらいになったように記憶してます。今鳥取駅にいるんですけれども、2駅後に鳥取大学前という駅があります。一度そこで下車して鳥取の構内に入りたいなと思ってます。そこが足りなかったんですけど、この旅行実は当初の鳥取里帰り編の中に含まれてなかったので、また悪い癖で思いつきで考えてしまったので、それでも最後にお付き合いいただければなと思います。現在地が鳥取大学前駅です。で、これから鳥取大学に行きます。鳥取大学に数十年に一回しか咲かないとても珍しい花があって、ちょうど今満開時期だって言うんですよ。それが前回から数えて23年ぶりということなんで、レアリティ高いじゃないですか。そういう貴重な花はぜひとも見ていただきたいなと思うので、頑張って取材していこうと思います。ローカル線のこの単線の風景、そしてまっすぐ伸びるこのホーム、素晴らしいなと個人的に思ってます。もうすぐ鳥取大学です。ここが鳥取大学です。ここに数十年に一度しか咲かない貴重な花があるというんで、今から見に行きたいと思います。鳥取大学の方に問い合わせてみたところ、見学目的だったらそんなに何かしなきゃいけないということもないということだったんですけど、現在地はどこかな、ここですよね。あ、これですね。フィールドサイエンスセンターというところに、その花、リュウゼツランというんですけども、かなり大きな花なんですけれども、背も高くて、それがここにあるらしいので、現在地がここなんですけども、行きまして、ここへ行ってみたいと思います。鳥取大学の広報センターの方でキャンパスマップいただきました。だいぶ歩くんですよね。歩くんですけど、まあ今までの旅行では散々歩き倒してるので、まあ、ゆっくり行こうかなとは思います。リュウゼツランが今どんな状態なのか本当気になるので、もう楽しみというかワクワクが止まりませんね。
広報センターの方でフィールドサイエンスセンターまで距離かなりありますよって言われたんですけど、あっという間に着いちゃいました。厳密にはもうちょっと歩きますけどもね、もう間もなく流絶乱とご対面ですね。あれあれじゃないですか、もう見えちゃった、あれですよ、あれ。これが数十年に一度しか咲かないという流絶乱です。前回の開花はなんと1999年、およそ23年前なんですけれども、ぐぐぐぐと行きますよ。だん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 、全貌が明らかになってきて、ドーン！見てください。めちゃめちゃ高い。でかい。見づらいかもしれないんですけども、黄色い花がたくさん咲いてます。この流絶乱、1999年の時には途中で折れてしまって、大変悲しい思いをされたらしいんです。その教訓を生かして、フィールドサイエンスセンターの方々が大切に大切に育てて、こんなに立派に成長したそうです。でもう一つ特徴的なのが、流絶乱、花が終わると枯れてしまうそうなんですよ。なんですけども、どこだったかな？新しい株が出てるらしくて、流絶乱の名称の由来はこの大きな葉っぱなんです。この葉っぱが竜の下に見えるということから流絶乱という名前がついてます。新しい株が出てきてるって言うんですけど、あ、これかな、これじゃないですか。新しい株が出てます。あとここにも。そんなわけで届くかどうかわかんないですけど、流絶乱の花収められるようであれば頑張って収めてみたいなと思います。そうだな、3メートル以上ありますからね。結果からお話しすると、手持ちのポールポッド、つまり一脚を限界まで伸ばし、それでも高さが足りないので目いっぱい両の腕を伸ばしましたが、流絶乱の花が咲く位置にはついに届くことはなく、実際には今ご覧の映像のように方法を変えて撮影を続けたのです。そもそも流絶乱の開花については、この旅行を始める前から知っていたわけではなく、実家に帰った時に偶然見かけた地方テレビ局のローカルニュースがきっかけで、今回このように満開の流絶乱を見ることができたのは、思い返してみても本当にこの上ない幸運でした。というわけで流絶乱を見ていただきました。僕は多分これが最初で最後になる可能性も考えられるんですけれども、これが記録的な像として、この旅行動画を見た皆さんの心に残ってくれればいいなと思ってます。再び鳥取大学前駅に戻ってきました。次の鳥取行きの電車が11時1分ということで、あと30分ほどあります。なのですが、気ままなローカル線の旅です。そんなに慌てないでゆっくり待ちたいなと思います。この後の予定なんですが、これから鳥取駅で乗り換えて一路神戸駅へ向かいたいと思います。もうすぐ電車到着です。鳥取駅に到着しました。これから因美線に乗り換えたいと思います。ただ時刻表を確認しなきゃいけないので、それから乗り場も確認して電車の乗り換えをしたいと思います。シャンシャン祭りなんですよ。だからシャンシャン祭りの傘がね、モニュメントとして展示されてるんですよ。多分因美線方面こっちにあると思うんですよね。3番線4番線ちらっと見えたんですけど、11時34分に次の電車が若狭方面に出発するとか書いてありましたから、ここで多分合っていると思います。シャンシャン祭りの傘を見るだけでも、ね、自分のふるさとにいるなっていう気分になりますよ。
多分もう電車来てますね。4番線に若狭行きの電車来てます。若狭鉄道の列車ですかね。多分終点の若狭まで直通だと思います。ただどちらにしても1日乗車券を買うためには峠駅で降りないといけないので、とりあえずこれに乗りましょう。若狭鉄道の電車なんですけど、割とおしゃれなんですよ、こんな感じに。というわけで若狭鉄道若狭号に乗り込みました。鳥取駅から高原駅まではほんの3駅ほどですから、おそらく正午頃には到着できると思います。鳥取駅を出発しました。後半戦の旅行も楽しんでいきたいと思います。急に雨が降ってきました。予定を限らなければ今隣を走っているのは地図急行のスーパーハットです。地図急行のスーパーハットが浦安駅に向かって走り去っていきました。まあ、とにもかくにもまずは1日乗車券が必要です。隣接する観光協会で1日乗車券を買って、もう一度若狭鉄道の電車に乗りたいと思います。大変なことになってきましたよ。まずいな。では1日乗車券買ってきます。すいません。これが若狭鉄道の1日乗車券です。まあ雨は降ってきましたけどね、引き続き元気にこのローカル線の旅を続けますよ。およそ6分後に出発するというので、もう一度同じ電車に乗り込みたいと思います。たった今駅を出発しました。次向かう駅は綾草駅です。知ってる人の間ではとても有名な駅なので、詳細はついてからのお楽しみ。ということで、鳥取県八頭郡八頭町の早草駅やってきました。さて、この駅って初めて僕も降りたんですけれども、どうやら無人駅みたいなんですよ。なんで降りたのかって気になると思うんです。僕も詳しくは分かりませんけれども、早草っていうバイクがあるらしいんですよ。で、その早草のバイクの愛好者の方たちがちょうどね、この駅名も早草なので縁を感じて聖地になった駅なんです。ここ毎年8月の第1日曜日には全国の早草ライダーおよそ2000人がこの駅に集結して大盛り上がりになるという、そういう場所なんです。あちら見ていただくと分かりますよ、ね、かつて JR で使われていた客車がこのように展示をされています。駅舎もかなりレトロな感じではあるんですけれども、とても雰囲気のいい駅であることには違いないのかなって思います。季節柄明日七夕ということで、駅のホームに七夕飾りが飾り付けてあります。こうして早草駅で心を躍るひとときを過ごした僕は、いよいよこの旅の最後の目的地である若狭駅に向かうことにしました。
というわけで若狭鉄道の終点若狭駅にやってきました。ちょっとね天気が心配なんですが、なんとか雨は降らないでいてくれてます。で、若狭駅の中に若狭カフェレトロというカフェが2年ぐらい前に駅舎のリニューアルと同時にオープンしたらしいので、早速コーヒーを一杯いただこうと思います。ちらっと見えてますけども、若狭鉄道さんの若狭カフェレトロさんでアイスコーヒーオーダーしました。今映像出してますけども、これがレトロさんのアイスコーヒーです。1杯440円。喉も渇いているので、早速いただきたいと思います。すいませんが、あらかじめ全部入っちゃってます。暑かったり雨が降ったりとかするので体に染み込みますね。向こうの方で若狭鉄道の昭和号が今清掃作業中みたいです。今日若狭駅に来る時に乗車利用させていただいたのが若狭号と八頭号だったんですが、今日運が良ければ帰りに昭和号に乗れたらいいなと思います。ちょっと歩きながら喋りましょう。それでこの若狭駅には C12167167と呼んだらいいんでしょうか。本当に勉強不足で申し訳ないんですけど、機関車が保存されてまして、この300円の入場券を購入すれば機関車を近くで見ることができるんだそうです。早速向かっているんですけれども、あ、もう見えてますね。あれが DD の167、隣にあるのが C12-167号機、蒸気機関車ということですね。若狭カフェレトロさんのところに募金箱があるんですよ。何のための募金箱かっていうと、あの C12-167号機、蒸気機関車をいつか若狭鉄道で走らせたいと、なのでその援助をお願いしますということで、ビビたるものですけれども僕も協力をさせていただきました。若狭鉄道は沿線の風景がとても素晴らしいので、ぜひこの C12-167 蒸気機関車が若狭鉄道の沿線を力強く走る姿目にしてみたいなと、そうすればもっともっと鳥取県の鉄道盛り上がるんじゃないかなと思っています。生態保存でこのままにしておくにはもったいないぐらい本当に状態がいいですよ。状態が綺麗なのか分かりますよ。中にはね、粗悪な保存状態のままでほったらかされて見るに耐えない蒸気機関車もいっぱいありますからね。で、こっちがディーゼル車ですね。これも本当に状態がいいな。僕いろいろと鉄道を使った旅をしてきましたが、線路がすぐ近くにあるんですよ。こんな風にその上でこんな間近に車両を見ることができる、そんな体験ができたのは多分若狭鉄道さんが初めてだと思います。それで C12-167号機蒸気機関車のすぐ近くに転車台があるんですよ。ちょっと見てみましょう。到着しました。これが転車台です。この上で蒸気機関車の向きを変えるわけですね。当たり前のことを言うんじゃないよって怒られそうですけども、ここに緑のレバーがあるんですけど、これとあと向こうの緑のレバーですね。これでこの線路の向きを変えて、蒸気機関車とまた走らせるということですよね。せっかくですし、転車台の周囲をぐるりと回ってみたいなと思います。
迫ってくるような勢いがありますね。そうしましたら、転車台も C121675 機も見学し終わりましたから、今度は若狭駅周辺を散策してみようかなと思います。心配された雨の方なんですが、だいぶ上がりまして、雲は多いんですけれども、なんとか持ってくれてます。では早速探索を始めようと思うんですけれども、若狭町ってもともと若狭宿っていう宿場町だったようですね。なのでその面影というか名残がいろんなところにあるみたいなんですけど、少し歩いたところに蔵通りっていうところがあるって聞いたんですけど、まあ、しばらくちょっと歩いてみたいと思います。うっかりしてマイクの電源を入れ忘れていたんですけれども、遠くに案内標識が見えると思うんですが、どうやら蔵通りは左に曲がった先にあるようです。実際に蔵通りを歩いてみて分かったことですが、山あいの盆地の中にこんなにも心が休まるような場所があるなんて思いもしませんでした。何しろ蔵がある町並みは僕の出身地倉吉市ぐらいしか思いつかなかったものですから。ここは道の駅若狭さくらんぼさんです。ここでは鹿肉を使った名物料理が食べられるそうなんです。鹿すき丼というんですけども、食堂の営業時間が午前11時から午後3時までなんです。どのぐらいにここに到着できるかわからなかったので、テイクアウトという形を取らせていただきました。通常店内で食事をするときはお進行とお味噌汁がつくのですが、持ち帰るのでお進行と味噌汁がなくなって600円でいただけることになりました。早速買いに行こうと思います。とまあこんな具合で道の駅若狭さくらんぼさんの店内に入りまして、突き当たりを右に曲がると目の前に現れるのがさくらんぼ食堂です。入り口の上にはメニューがずらり。肝心の注文方法は食券制で、これなら注文のし忘れなどの心配もなさそうです。それでまあ驚いたのがこのセルフサービスのなた豆茶。血行促進作用やダイエット効果があるこのお茶が、いくら地元産といっても太っ腹すぎではと思ったのは僕だけでしょうか。話は変わりますが、お座敷周りの席はこんな感じでした。そしてついに鹿すき丼をゲットしました。この後すぐ実食です。ではこちらが道の駅若狭でさくらんぼさんの鹿すき丼テイクアウト版です。やっぱ一番目を引くのがこの真ん中に乗っている生卵じゃないでしょうか。そしてその生卵を取り囲むように鹿肉がぎっしり詰め込まれています。紅生姜も美味しそうですね。いただきます。見てくださいこれ、このボリュームを。生卵トロットロだ。潰しちゃっていいのかな。潰しちゃいます。まぶしちゃいます。じゃあいただきます。意外とあっさりしてますね。でタレの味がよく効いてます。お腹空いてたんでちょうどいいです。出身地だからといっても知らないことはまだまだあるんだなと、今回鹿すき丼を食べてみてそのことを強く実感しました。まあ最後は男らしくがっついてみました。というわけで完食しました。ごちそうさまでした。
というわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。この旅行動画を通して鳥取県のローカル線興味を持っていただいて少しでも足を運んでいただくきっかけになればとても嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。